ジャガイモ基金、ジャガイモ基金、ジャガイモ基金とは、十九世紀のアイルランドで主要食物のジャガイモが、薬病により故死したことで起こった、食糧難、及びそれによってもたらされた一連の被害を指す。九百九十七年、イギリスのトニー・ブレア首相は、アイルランドで開催されていた、追悼集会において、一万五千人の群衆を前に、基金当時のイギリス政府の責任を認め、 謝罪の手紙を読み上げた。これはイギリス政府の要人からの初めての謝罪であった。1801年のグレートブリテン及びアイルランド、連合王国の成立以降、アイルランド党は全土がロンドンの連合王国政府及び連合王国議会による直接的な統治下に置かれていたが、イングランドのように製造業が発展せず、国民の大半は農業に依存していた。 さらに、アイルランドの農民は、兄弟全員が土地を分割相続できたため、農地の細分化が進んだ。また、小作農家たちは以前は主に麦を栽培していたが、地主に時代を収めなくても良い自分らの小さな庭地で生産性の非常に高いジャガイモの栽培を始めた。それによって、ジャガイモが貧農の唯一の食料となってゆき、基金直前には人口の3割が、 ジャガイモに食料を依存する状態になっていた。しかし、1845年から1849年の4年間に、わたって、ヨーロッパ全域で、ジャガイモの薬病が大発生し、壊滅的な被害を受けた。この不作を基金に変えた要因は、その後の政策にあると言われている。ヨーロッパの他の地域では、在地の貴族や地主が、救済活動を行ったが、 アイルランドの領主であるアイルランド貴族や地主は本土がクレートブリテン島に在住しているイングランド人やスコットランド人であり自らの時代収入を心配するあまりアイルランドの食料輸出禁止に反対するなどして合死者が出ているにもかかわらず食料がアイルランドから輸出されるという状態が続いた連合王国政府も緊急に救済食料を宝調達して 飢え苦しんでいる人々に直接食料を配給することを予算の関係などから躊躇しただけでなく、調達した食料を安値で売るなどの間接的救済策に重点を置いた。さらに、政府からの直接の救済措置の対象を土地を持たないものに制限したため、尾崎みのりが救済措置を受けるために、わずかな農地と家を再び3分で売り払う結果となり、これが、 食料生産基盤に決定的な打撃を与え、飢餓を長引かせることになった。最終的には、人口の少なくとも20%が菓子及び、病死10%から20%が国外へ脱出した。また、これにより婚姻や出産が激減し、最終的にはアイルランド島の総人口が最盛期の半分にまで落ち込みだ。さらに、アイルランド語は社の激減をはじめ、 民族文化も壊滅的な打撃を受けた。アイルランドにおいては歴史を木が前と木が後に分けるほど決定的な影響を与えたため、グレートファミン、大飢饉と呼ばれている。このジャガイモ飢饉の発端とされる、ジャガイモ薬病は植物の伝染病の一種であるが、このような伝染病が蔓延するためには、感染源、宿主、環境の三つの要素が揃うことが必要である。 ジャガイモが当初ヨーロッパに持ち込まれた時には、この中の感染源となる病原菌そのものがメキシコの特定の地域に限定されていて、ヨーロッパには未だ伝来していなかったものと推定されていい。その後、何らかの理由により、ジャガイモ薬病の菌が北、アメリカからヨーロッパに持ち込まれて、急速に蔓延して、ジャガイモ作物に壊滅的な被害を与えることになった。 当時はまだこのような微生物が病気を引き起こすという考え方そのものが一般的に受け入れられていない時代でありファイト・フザ・アン・フェステンスがその原因となる菌であることが明らかにさたのはさらに下って1867年アントン・ド・バリーの功績による当時のヨーロッパでは薬病の存在自体が知られておらずこれがヨーロッパにおける最初の蔓延であったジャガイモは通常 前年の会計を得えるという無償生殖による栽培法を用いるが当時のヨーロッパでは収量の多い品種に偏って栽培されており遺伝的多様性がほとんどなかったそのため菌の感染に耐えうるジャガイモがなく菌の感染がそれまでにないほど広がったジャガイモが主食作物であった原産地のアンデス地方では一つの畑に いくつもの品種を混ぜて栽培する習慣が伝統的に存在し、これが特定の病原菌、レースの蔓延による基金を防いでいた。また現代の大規模農業でも、収量の多い品種に偏って栽培される傾向は強いが、種芋の段階で貿易対策が取られているほか、品種改良によって大病性を獲得させている。記録によれば、 基金の最もひどい時期においても食料はアイルランドから輸出されていた。アイルランドで1782年から1783年にかけて基金が起きた際は港は閉鎖され、アイルランド人のためにアイルランド産の食料は確保された。結果、すぐに食料を価格は下落し、商人は輸出禁止に対して反対運動を行ったが、 1780年代の政府はその反対を覆した。しかし、1840年代には食料の輸出禁止は行われなかった。アイルランドの基金についての権威である、セシルウッドハムイコールスミス、セシール・ウダム・スミスの著書ザグレート・ハンガー、アイルランド1845-1849によれば、アイルランドは、 基金の続いた5年間のほとんどを通して、食料の準輸出国であった。リバプール大学のフェローであり、基金に関する2つの文献、アイリッシュファミン、ディスグレートカラマティ及び A です。ディーリングファミンの著者であるクリスティーン・キニアリー、チスタイン・キニーリーによれば、甲子牛、家畜類、豚を除く、ベーコン、ハムのアイルランドの輸出量は、基金の間に増加していた。 飢饉が起きた地域のアイルランドの港からは、護衛に守られながら食料が船で輸出されていた。貧困層は食料を買う金もなく、政府は食料輸出禁止も行わなかった。アイルランドの気象学者のオースティンバーク。オースティンバークは、著書 The Use of the p o t イ c r o p in Prefamine。アイルランドの中で、ウッドハムイコール、スミスのいくつかの計算に異議を唱え、 1846年12月の輸入量はほぼ2倍になっていると書いている。彼によれば、この基金の間にどのくらいの死者が出たかは不明である。しかし、ヨーロッパを広範囲に襲ったコレラやチフスよりも多くの死者が出たとも言われている。当時国勢調査はまだ始められておらず、各地のカトリック教会に残された記録も不完全である。アイルランド国教会の記録の多くは、 アイルランド国教会へのカトリック地方教会の10分の一税調の記録を含む1922年のアイルランド内戦の際に方向通報化により消失した。一つの可能な見積もりは1850年代の最終的な人口との比較である。もし基金が発生しなければ1851年にはアイルランドの人口は800万から900万人に、 なっていたはずだと考えられている。1841年に行われた調査では、人口は800万人をわずかに超えていた。しかし、飢饉の発生した直後、1851年に行われた調査では、アイルランドの人口は655万2385人であった。10年でほぼ150万人が死亡、あるいは国外脱出したと考えられる。 現代の歴史家と統計学者は病気と飢餓の影響で80万人から100万人が亡くなったと考えている。加えて計200万人以上がアイルランド島外に移住、移民したと考えられている。アイルランドは19世紀の人口に比べて20世紀の人口が減少している西欧では唯一の国である。近年は経済成長などもあり、 増加傾向にあるが、2007年時点で、アイルランド共和国と北アイルランを合わせた全島、の人口は未だに、約600万人と、大飢饉以前の数字には及んでいない。ジャガイモを主食としていた、非主配送のアイルランド人の間からは、100万人以上とも、いわれる多数の合死者を出した。さらに、連合王国内のグレートブリテン島への移住。 ゴールドラッシュが発生していたアメリカ合衆国、連合王国の植民地カナダ、オーストラリアなどへの移民は合計200万人以上に上ったとされる。アメリカ合衆国に渡ったアイルランド人移民はアメリカ社会で大きなグループを形成し、経済界や特に政治の世界で大きな影響力を持つようになった。この時代のアメリカへの移民の中にはケネディ家の先祖も含まれていた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。